あれ、ブーズ来た。やらんけど喋りに来た。やらんけど、やらんけど喋りに来た。あー、雑談しに来た、ね。まあでも今ちょっと雑談してたよ。そう、ずっと雑談してた。そうそう。話題はお金の話した。いや、俺たちよりもっとすごい人来ちゃった。どうしよう、なずき。モデカさんのね、年収と家賃はえぐいよ。やっぱえぐいんじゃない、それ、うん、オーナーだから。家賃いくら、ボドドンとこ。100万近く。嘘やで。やば。絶対嘘じゃないって。リアルでさ、家賃100万円くらいのとこ住んでる人って年収いくらなんだろうね。いやでもなんか別にそんなんないんじゃね。5000万ぐらいありゃ住めんじゃね。5000万が軽い。月収、普通の企業だったらまあ2、300万くらいか、月収。400万くらいじゃない？ 400 万くらいで住めると思う。配信者だったらまあ400万とかか。いや、うん、多分そうじゃない。エーペックスなぁ、いいよなぁ。また新キャラ出るし。ナズピの嫌いなエーペックス。嫌いじゃないよ。なんで嫌いなってか、え、なんで嫌いになってんの。ナズピがあんまやらないエーペックス。あんまやんないからね。まあ、あんまやらないは正解ではあるけど。ナズピ最近ストグラちょっとずつやってないよな。うんうん、え、なんなんやっぱナズピはストグライジリが一番おもろいなって。何、うん、何あんまやってないよ。週1、2ぐらい。週1、時々でも、夜遅くとかにね、うん、少しだけみたいな感じで配信やってるけど、ね、何、まあね、うん、じゃあ2人もやってみたら。やらないストグラ。うん、ストグラの中にキャバクラあるんやったらじゃあやるわ。え、あるよ。え、あるあるある、あるって言うよね。ストグラにキャバクラあんの。あるよ。え、じゃあやろうかな。雑談配信、雑談配信で話題なくなってきたし、キャバクラ行くかっつってストグラ起動して、うん、キャバクラ行ってみんなで喋って終わるみたいな、最高じゃない。いいやん、いいやん。しかもね、ゲーム内マネーしか減らないよ。そうやで。ね、最高やん。ロールプレイだからな。金、なんか金稼いでアルバイトとかなんとかして、で雑談しながらその最後の締めにキャバクラ行けばいいや、うん、ゲームで金稼いで。ボドカさんお金あるんだから普通にキャバクラ行ったらいいじゃん。いや、キャバクラなんかおもんないもんだって。いや、キャバクラはね、面白くないっすよ。あれ何がおもろい。キャバクラ行ったことないからわかんねえ。夜のお店行ったことない。キャバクラってどうやって面白く楽しむんやろな。楽しみ方がわからんな。どうなんだろうな。綺麗なお姉さんと話せるからじゃない。綺麗なお姉さんと話せるから。うん、ほんまにそれだけで行ってんのかな。どうなんだろうね。何目的で行ってるんだろうな、キャバクラって。30代になってから楽しくなるらしいだって。じゃあもうちょっとだね。お前で、俺もうあと1年やって、1年経ったらキャバクラ行き始めるの嫌やで俺。30歳の奴隷感じるの、そろそろ。全然まだ感じないの。全然感じない俺。俺でもなんかね、体がね、うん、硬くなった。体硬くなった。硬くなったのと、うん、あとすごい体力が落ちてるのは感じる。へえ。急に全力だ。なんかちょっと走ったら普通に疲れない。あー、いやでも俺結構運動してるからな、毎日散歩行ったりして。あ、逆に体力ついたわ俺。あー、いいな。でもな、5年前くらいから 20m ぐらいしか走れない。終わってんな。20m 走ったらもう、すはーはーよ、息切れやばいってこと。やばい。どうするん。だから考えるよね、もし変質者によるわれたらって思った。もう20m 走ったらもう、あ、逃げれないやって。ナズピ終わってんな。じゃあもうあれじゃん、信号渡るときにさ、うん、もうなんか手前でピッコンピッコンになって走ったらもう、うん、あ、だからでしょ、あの渋谷のスクランブル交差点とかはきつい。あ、長いもんね。長いから。
スクランブル交差点ギリで渡ろうとしたらもうきつくて途中でバテるってこと？途中でバテるあ、なずちゃんちのあれだっけ、犬って室内犬だっけ？いやでも散歩するよ。あ、するか。うん、お家の周り。お家の周り？じゃあアムも連れてくな、今度。なんか多分お家の周りテンション感合わないよ、犬の。犬の？そうなの、うん、え、だってうちの犬2キロだよ。うちの犬22 12倍。11、ん？ん？ 10 倍かな。10倍潰れますよ。11倍か。11倍やな。全員間違ってる、うん、潰れるよ。でも意外と仲良くできるよ。本当に？うん。え、ちゃんとアム気使ってくれる？気使う、気使う。アム気使うよ、マジで。ええー。アムめっちゃ綺麗好きやねん。うん。おお。だから意思疎通の仕方すごいよ、うちの犬。今日下痢やったよな、アムが。うん。やっぱ白いモフモフやから下痢するとさ、うんうん、お尻とかの周りの毛にうんちついちゃうわけ。うん。そしたら風呂場まで案内して、ケツ洗えって言ってくんねん。うん、かわいい。こっち来てみたいな感じで読んで、ついていったら、風呂場で、風呂場の中でシャワー、ケツ洗えみたいな。え、すご。お尻洗うねん。素手でこうやって、うんちついてる。だからな、結構意思疎通がちゃんとできるから。賢っ！気も使えるんよ。やっぱ犬って頭いいよな。なずぴの犬も頭いい？うん、あのお尻にうんちついたまま過ごしてるよ。で、私がクソと思って見たらうんちついてたりする。やっぱ似るんやな、飼い主に。ね、飼い主に似るね。私はちゃんとウォシュレットでちゃんとやるよ。なずぴはウォシュレット派なんや。うん、やっぱね、あのね、ウォシュレットがいっちゃん綺麗に取れるから。海外旅行行ったら絶対地になるで、うん、それ。あー、でも髪だけじゃ信用できんよな。海外にウォシュレットってないらしいね。ないね。やばかったよ。なんかめっちゃ面白くて、俺高校生の時修学旅行ヨーロッパやったんけど、うん、ヨーロッパに修学旅行行った時に、うん、そのウォシュレット派とウォシュレット派じゃないのやっぱいるわけやん。うんうん。で、そのウォシュレット派がことごとく地になって海外ウォシュレットないから、でもなくても全員ケツ痛いケツ痛いって言ってた。でも毎回ウォシュレット使うの？うん、いや、まあ暇だったら使うよ。でも配信中急いでるときは使わないよ。ああ、そう、マッチング中とか。マッチング中、うん、ほら、あのちょっとあれちょっとマッチングして帰ってくるみたいな。ナズちゃんだっけ、30秒で帰ってくんの？あ、ナズちゃんよね。バロマッチングしたときに行ってくるって言って、バロだいたい70秒とか80秒やん、ピックするの、うん、マジで30秒くらいで帰ってくる、ナズピ。お前絶対拭いてへんやん。いや、拭いてるって。拭いてるし、手も右手洗ってる。いいって、なんか。いいよ、お前マジでいいって、右手だけにすんの。そんなマシって。なんか詳細はいらないよ、拭く方の手やん。そうそう、だからこれインドスタイルって言うんだけど。インド人？インドスタイル、うん。さっきまで2人で何の話してたんやっけ？ゴッドフィールドしてた。俺が来る前。ゴッフィーしながら雑談して、その後なんだっけ？家賃。あ、そう。配信者意外と金持ってんなって話してた。まあでも、難しいよな、配信者も。まあ、今だけやろ。みんなお金持ってんの。うん、本当に今だけだと思う。今だけ。だからパパちゃんと貯金するんだよ。貯金しかしてない。えろー。貯金と、もう、うん、去年から投資とかもしてるわ、ちゃんと。資産運用をし始めた。え、投資してんの？資産運用ね。紙で俺なんか聞いてきたもんな。俺も。そう。ボドさーってなんか、資産運用とかってしてる？みたいな。配信外でボドに相談してさ、うん、そっからじゃあ俺も始めようって言って、うん、違う専門の人とか、うん、あの知り合い図てで、うん、紹介してもらって資産運用始めた、
え、どうやるのか1ミリも知らないんだけど、パパナズピのやってくれんか。お前危ないよ。ナズピの貯金半分やってくれんか。怖いじゃん、やっぱその何年食っていけるか分かんないからさ、うん、配信で、うん、え、何したらいいの、どうしたらいいの。ブー、何が投資って、うーん、どうするの。まあなんかそういう会社とかもあるよな、うん、そういうサービスやってる会社だから、そういうところに何千万、会社とか3000万とか入れてで勝手に回してくれるみたいな。まあ3000万ぐらい、3000万とかやってれば、うん、運用に回してれば、まあ今は損しないって言われてるけどな。3000万の価値軽っ。まあ時期がねどうなるかだね。キャッシュで持ってれば。自分でやんのはちょっと怖いもんな、分からんもんな、そんなんしてる暇ないし。分からんから怖い。まあそれか、それかなんやろうな。それかルーさんにお金預ける。あ、ルーさんやってるもんね。あ、そう、ルーさんなんかね、めっちゃ聞いたらね教えてくれるけどね、何言ってるかガチで分からない。ルーさんはマジでなんかそういうアメリカの株式で投資、いや今これが熱いんよなとか言って教えてくれるけど、この前なんかで儲かったみたいな話してくれる。そう、結構やっぱ頭いいからさ、ルーさんは頭いい、動画投稿者とか、配信者の中でも。だからめっちゃ手堅く賢くやってるよ、自分で勉強して。ガチですごい。まあでも大事だよね。でも勉強っていうか、ある程度なんか調べたりしないと、普通になんか有名な人とかでも騙されてみたいなのはあるからね。パパ騙されないようにな。まあ今んとこプラスではあるから大丈夫。今んとこね。それで最初にね騙してね、最初成功させて後から回収するパターンなのよ、それ。絞り取っていくのよ、お前。そう、怖いよね。そいつらなしでは生きていけない体にされちゃうんよ。そう。でも、一応でもね、今、半年以上、うん、もう、半年以上か、半年以上やってるけど、一回もマイナスにはなってないな。預けてみない？ノスピに。やだよ、ルーレットして終わりでしょ。預けてみないかい？ FX だっけ？ FX？そんなこと言ってるやつには渡したくないって。ハイアンドロー任せて、ね、増えた分の 50% もらうから。まあでも投資って長い年月を見てするもんだからね、5年とか6年とか。ああ、うん、そうやな、そんな、もっとやな。そう、1年とか2年とかじゃなくて、だん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 5年6年10年15年20年とかで見ていくもんから、で将来的にまあ、うん、プラスになるみたいな感じだから。え、だから早い段階でやっといた方がいい。お父さんに聞いてみる。うん。周りの信頼できる人に聞いて、ちゃんとそういうのやった方がいいよ。不安なんやったら。不安だったらね。ガチアドバイス。そう、あのね、うん、銀行の口座に預けてるだけはね、本当にマジでもったいないよ。預けてるだけだ。マジで。もったいない。え、どれくらいもったいないって、もったいないのベクトルしてくんね。もうまず、バイラウンドにずっとシェリフ買ってるみたいな感じ。うそ、ん、いや、ガチガチガチで、だってバイラウンドで、バイラウンドでシェリフを買ってた、うん、でもさ、バンダル買ってたら勝てるわけやん。うん、確かに。でも金がもったいないからっつってずっとシェリフ買ってるようなもん、うん、そう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 、金をそのバンダルに投資してラウンドを取るわけやん。うん、うん、だからその基本的にその投資できる金がないから、うん、エコーしてるわけじゃん、そう、みんなエコーしてるわけやから、その投資できる金があるんやったら投資した方がいいっていう、うん、ラウンドが取れるあの確率が上がるじゃん。なるほどね。まあ、もちろん負けるときはあるかもしれないけど、うん、そう、でもなんかその、うんうん、いっぱい、例えばお金をさ、バロラント内でお金を持ってないと、うん、貯めてないと買えないわけやん、バンダルだのオペレーターだの、うん、だからそれがもうあるんやったら、うん、買って使った方がの、うん、投資的にはいいよねっていう。なるほど。じゃあちょっと後でいいとこ教えて。だからもうその時点でもう終わってんねんで。
いや、私でも一旦税金対策を考えないといけないの。まあ税金対策ね、大事よね、確かに。もちろん税金対策もせずにもうケチってケチってケチりまくって、うん、何も使わないのが一番金残るけどな。え、うん、私やばいのよ普通に、うん、私ガチでやばいんだけどさ、配信者いないんだけどやばいんだよね。何もしてなくてってこと？え、ちょっと待って、マジでチャットで言っていい？いいよいいよ、なんでチャットで言っていいって。え、でも私これ言ったことあるかも。うわ、もったいな。お前ガチ終わってるやん。うわ、ナズピ脱税してるわこれ。あー、してない、ナズピもお前まずいよもうこれ。お前もったいなすぎだろこれ。してないよ。むしろむしろ立てて、お前むしろ違う、むしろむしろかばらいだよ税金。やばいってそれは。やーば、税金かばらいしてる。え、なんかこれは言う人いないの、やってくれる人みたいな。な、税理士と話さなきゃいけないんだよね。話せよ。ね。うん。そうなんだ。今年は頑張ろうと思う、だから。いや、俺ね、そう。うん。去年、うん。2023年のあれは、頼んだんだけど、税理士に。うん。めっちゃ楽だった。え、2年前とかだったっけ？なんかさ、なずちゃんとさ、なんかさ、雑談しながらさ、うん、確定申告したね。確定申告したよね。お互いさ、もうなんか、おととしのやつやったね。自分でさ、そう。いやでも俺はずっとやってたから、それまであの、4、5年くらいずっと自分でやってたから、うん、で、なんか、わかんないから、なんか教えてって。そう、画面共有しながら、確定申告してた。なんかここはこうやってやるんだよ、みたいな、教えながらやってて。うん。うわぁ、いいなぁ、それ。だからパパのおととしの年収知ってる。いやそう、ちょっと見せたからね。すっごいよ。全然。まあ、でもあれで全然なんですか。いやでもすごくあるよ。すごくある、もちろん。あれで全然なんですか。すごくあるけど、すごくあるけど、なんかなずちゃんが言ってるよりかは、うん、あの全然みんなが想像してるよりかは全然したよ。うん、あんなだって月収なんか何千万みたいな言ってるけど。うん、E-Tax、そんなに言ってないから。E-Tax の画面共有なんか聞いたことないって。マジで聞いたことないぞ、あれ画面共有してるやつ。だってあれちゃんと自分たちのさ、なんか番号も存在してるわけやん。それ入力してちゃんとやってたわけやろ、お互い見ながら。しかもさ、普通にさ、即席でってなった。リテラシー終わってるって。いや、即席、いや、ちゃんとまずいところは映してないでも。ただなんか書き込むところはここがここだよみたいな。ああ、そうそうそう。これ何みたいな。それはこれだねみたいな。いや、そう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 。確かに。よ、よ。配信中だよ。配信中だよ。はい。誰だ？え？猫たつです。猫たつです。猫たつ、猫たつか。猫たつが一番遅いと思ったのに、他二人はどこ行った？それな。うん。お風呂入ってたんだけど。多分もうそろ来ると思うけどな。風呂上がりの猫たつです。なんか、そうだけど。おー。でも待って、この風呂前のナズピだよ。うさすぎです。それも悪く、ね、ナズピはね、ちょっと悪いね。人によってはいいんだ。人によってはいいかな。乳臭いからな。乳臭いって何？乳臭い？乳臭いって何？乳臭いってね、なんかね、なんやろうな、子供っぽいみたいな感じ。そう、ガキっぽい。そう、なんか、まあ、なんかその語源みたいなのはわからないけど、うん、はい、なんか赤ちゃんって乳吸うやん。ああ、吸うね。そうだから乳臭いって、あ、なんかちょっと子供っぽいなみたいな感じやと思う、多分。普通に乳吸ったことあるんかと思った。普通に。それはあるよ。誰でもあるでしょ。あるよ。あるよ。いや、うん、なんでもない。そうだね。つまんないんか。いつ来るんだろう。
と二人。私とさ、パパさ、もう待ってさ、2時間ぐらい経ってないだってそもそもバロするみたいな話が出たのが20時前だもんね。そう、23時からやるって私聞いてて待ってたんよ。で、そっからそうね、21時くらいにバロするって言って10時前にじゃあ集めるかってなって、で、結局ボドドはやらないとそうよ、やらない、配信中です。これ入ってよかった。うん。配信中ですよ。配信中。みんなね、なんかね、うん。普通に雑談してる。お酒飲んでたらさ、あの話し相手が欲しくなっちゃって。お酒飲んだんや。だから、アミーとナズピのとこに。ほら、俺と同じ反応してんじゃん、これ。え？もう一人も。あれ？みたいな。あ、埋まってるみたいなね。そう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 。もう一人に暇人草とか言われてんねんけど、だるこいつ。しかもこいつさ、今さ、うんこしてるよ。お前言うなよ、別に俺さ、気使って言わなかったの。こいつさ、一般のこのさ、即席のさ、いや、そう。800人とか600人ぐらいか。なんかいろいろチャットの中でさ、ごめん、今うんこしてる。なんかさ、多分2、30人くらいしかいないと思ってるよね、うん、このサーバーに。マジの身内でいつも仲いいやつしかいないと思ってる。そう。こいつ、ごめん、でもうんこしてるな。確かにそう思うのもわかる。なんかいつも、なんかチャットっていうかな、一般のさ、募集してる人たちって、結構同じような人たちが多いじゃん。うん。そう思うのも分かるんだけど、でも実はマジで5、600人くらいいるんだよね。余裕で600人くらいいる。そうだな。しかもいろんな界隈の人いるよね。いや、そうだよ。そうやね、いたとしても言わんけどな、これは。あだってね、だってこのサーバーね、よくないよね。よくないよ。うん、マジで。配信者、プロゲーマー、なんか界隈の、まあ大体絡んだことある人、V のママもいるし、だって山田涼介さんいるよ、このサーバー。よくないよ。確かに山田涼介もいるしな。うん、その中でうんこする。ほんとだよ。終わってるだろ、こいつ。うんこ投げ、あいつ30分帰ってこないんだよな、トイレ行ったら。もう誰かわかるやん、それでもう。もうアナコンダやん、アナコンダ。アナコンダって長いってことでしょ、だからいやヘビみたいに。アナコンダみたいなやつんだこれ。汚ねえよ。え、ちょっと待って、こいつしかも今今日酔っ払いやん。そうはね。え、そうなん。うん、多分あいつに関してはなんか酔っ払ったら楽しいけどさ、余計なことも言っちゃうタイプやん。え、どの程度かによるよね。ほろ酔いくらいだったらいいけどさ。いやでもあいつはなんかそのゴースティングとかスナイプとかが来た時にガチでタクから言ってるとマジで口悪くなると思う。あ、でも確かに集まってればな。うわ、来た。ごめん、お待たせしました。ごめんやめたってや。ごめんね。うんこマン、だんだんうんこしないよ別に。してない。お前よくこのチャットで、お前500人ぐらい見てんねんで、お前のうんこしてるチャット。そうだよ。え、これ何かまずいか。お前だって即席やで。あ、即席って俺たちしか普段なんか主に使ってないけど知ってる人たちしか。でも山田涼介さんとかいいんだぞお前。赤坂もいるぞ。パソコン落ちた。意味わからん。ちょっと待って、お前スマホで来たんかよ。ごめん、パソコン落ちた。スマホ、うん、パソコン落ちたからスマホで入ったんじゃない。うん、スマホ。あ、今、え、ちょっと待って。え、終わってから来とるよな。終わっ、え、あ、うんこはもう出してるよ。あ、オッケーオッケー。怖いよ。来るわ、怖いよ。落ちたまま。もう V スポなんかもう壊れてるよ、最近。え、行かない、行かないから、うんこしたままは。ハブサから、ポチャンとか言って聞こえてきたら、マジで。すいません、そんなの。ちゃんと出し終わってから行くよ。頼みますよ。えらい、そちゃん。V スポやばいよ、最近。もう、当たり、えらいじゃないの。当たり前なの。え、誰なん、ボトド的に最近やばい V スポメンバー。やばい V スポメンバー。うん。ヤクモ。
ヤコンベニー最近確かに。何があったの？最近切り抜きとかで見てもなんかちょっとなんかねえ髪となんか向こうからさ誘発させてくるよね。そうなよな、誘ってくるよな。そう。なんかヤコンベニー誘ってくる。誘いがち。そうなんだよ。そうなんだよ。誘いがち？ヤクモベニーのお誘い。ニヤニヤしながら誘発させてくるんだよ。そうだよな。なんか、分かってるよな。うん。なんか切り抜きにしようとしてくるよな。そう。ああ、もうサムネ。そう。ヤクモはね、切り抜き師の大黒柱だから、あいつ。ここまで見えてんだ。一家を担ってる。そうなんだよ。大体、でもあれじゃない、うん。V スポのさ、なんかそういう。なんかそっち関係の切り抜きってだいたいヤクモベニかナズちゃんか花ブサか感じじゃない？違うよ。いや確かにひなのはでもそんないないよ。ひなのはね意外と意外といないよな。意外とか、うん、意外と健全めだからだいたいなんか花ブサが草生やしてるかナズとか草生やしてるヤクモが草生やしてるよ。草生やしすぎだろ。うん。そうでもでそこにちょくちょく猫たつも入ってくるみたいな感じだよ。だからV スポやばい三大巨頭が今集まってんだよ。確かに最近猫たつ入ってくるよな。終わってるやんじゃあ。え、うん？そうだよ。やっぱなんか日本終わりってこと。日本来てからおかしいよ。猫たつ。いやそうなんかそう猫たつやばいよねなんか何なんかさ。何が？おかしいよ。なんか匂わせみたいな。いやそう。俺はポじゃないんだよねみたいな。そう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 。そこまで言ってないって。ね、なんか。なんで今は何なの？なんか反応的にもメスの反応みたいなのするんよな、たまに。女にしかやらんやん、そのメスの反応は。ね、メスにしかせんのよ、そのメスの反応は。オスにしてないだろ、メスの反応。いいだろ、別にメスにメスの反応したってよ。まあ、それはそれに関してはいいか。確かに入れてありがとう。あれパソコン復帰したん？うん、お待たせしました。はい、長らく。じゃあここら辺でおいとましますかね。ああ、ありがとうね、繋いでくれて。こちらこそ。じゃあランク頑張ってください。また今度ね。バイ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 。